もしもし。僕、みこすけって言います。お姉さんが凸してるって、コロコロで見てきました。これでいこう。緊張してきたコロコロキッズのみこすけで行こう。もしもし。もしもし。みこすけって言います。コロコロで。おっぱいの大きなお姉さんが、とつまちをしてるって聞いて、僕来ました。はじめまして。みこすけくん、何歳？小学3年生です。小学3年生ってことは9歳か。かわいいね。緊張してます。みこすけくんはさ、じゃあさ、はい、みこすけくんとノエルお姉さんがお互い入れ替わったらさ、何する？僕まだおっぱいを触ったことがないので、僕はノエルお姉さんのおっぱいを触ってみたいなって思ってます。みこすけくん結構同調級な、欲望に忠実な9歳なんだね。逆にノエルお姉さんは僕と入れ替わったら何をしたいと思ってるんですか？そうだな。みこすけくん普段、学校ではインドア派、それともアウトドア、なんか外で遊ぶ、それとも教室で本読んだり？なんか教室で、いつも休憩の時に、休み時間の時に、みんなドッジボール行こうぜってクラスのやつが言うんだけど、僕はいつも、はいって言えなくて、窓から見てます。見てます。本当は、混ざりたいんだよね。うん。そっか。じゃあ、お姉ちゃんはね、その、みこすけくんの願いを叶えてあげるよ。本当ですか？まあ、お姉ちゃんね、こう見えても、18歳プラス20数ヶ月だから、9歳なんだね。おばさん。なんて言った？18歳なんだ。18歳だけど、今、なんて言った？なんでもない。なんでもない。みこすけ。なんでもないです。わあ、何歳の子が好きなの？何歳のお姉さん好き？僕はまだそんなのはちょっとわかんないんだけど、でもお胸が大きくて可愛かったらそれでいいかなってお父さんも言ってた。お父さんのせいにすな。ちょっとみこ先輩、どうしたんですか今日？どういう世界観で突っ？突がね、突が苦手で、なんかちょっとありきたりなことしかいつも言えないんだよなって思って、ちょっと今日は変わり種で、そうだコロコロキッズで行こうと思って行ってみたんですけど、そちら大丈夫ですか？ちょっとアウェイの感じになってませんか？全然大丈夫なんですけど、突苦手で、そういつもありきたりな人が振り切りすぎてるかなって。やめてよ！そんなやらないで！なかなか9歳児の初回になって突入できないよ。いやでも、ありがとう。